モンストックはサベッジ FCPK、 これは軍隊か警察が使うスナイパー用のライフルで、前からずっと撃ってるんだけど、一度もバラしたことがなかったんで、中を見ましたら、グラスベッドをするような木のやつでなくて、しっかりアルミのフレームが、プラスチックの中に組み込まれてました。確かにプラスチックを使うと安いんだけど、結構ガタガタというかね、なんて言うんだっけ、ヨーヨーしたりするんで、まずいけど、ここのところにしっかりとライフルのラグ、重心のハンドを受け止めるところがあるんで、しっかりとここから先全部か受け止めて、そしてこれがアクションを止めるところ、ここもしっかり受け止めてというふうに設計されてある。あ、なるほどね。安いけれど設計上で精度を上げているのに感心しました。まあいろいろストックはあるけれども、高いストックじゃないけれども、精度を上げるための安く仕上げるための努力がここに見られると思います。普通だとこの部分が全部プラスチックで、ガタが多いんだけど、なかなかうまく作っております。